思ってました。200グラム未満やったら思ってました。200グラム超えたら日本の場合ね、届けてたら航空費に引っかかってね、それも兵庫県の公園も全部ダメ。これはね、200グラム以下でね、199グラムで作った、だから おもちゃ扱いで、一応航空ほど引っかかれへん、これでもさっき言ったら神戸市なんかと公園合うて、日本はごと厳しい。外国なんかものすごい綺麗な景色映ってるけどね。だから200グラム以上だね、だいたい人口密集じゃあかんね。でも飛ばすとかあれへんね。売るとこなら畑ぐらいかと、ね。畑じゃいいねんけど、あれプライバシー侵害したらあかんからね。近くに家あるでしょ。あの塀の中映ったらあかんもんね。さかあそこも行かれへん。ここだけ、こっち見てもあかんね。